あ、これは行くでしょう、さすがに。これとこれはちょっと都会です、皆さん。そしてですよ、盗めって言うけど、いやリスキーだって。あ、いける。これいけるぞ。おい、盗むわ。多分2回攻撃でしょ。あーでも効かねえのかな、縛り玉とか。これ多分効かねえよね。で、多分死ぬほど来ると思うのね。ただ、一回はチャレンジしないと。任せろお前、俺に。クソ怖えや、せっかくうまくいってんのに。グミ食っとくのがいい。売ってから食うわけよ。なぜかってこいつがバカだから。ね、こいつもさ、あれだよね、こいつも敵の判定だよね。一撃の弾プラスさ、電光石火でいける。で、睡眠の種でさ、これ何ターン眠るこいつ。あー、ダメちゃった。おい、なんで起きんだよ。何このゲーム。クソ早えよ、起きんのが。イライラしてきた、マジで。
不意打ち覚えてたか。でもあ、やべ、白龍だ。ちょっと行く仲間にしよう。来い。僕がベースキャンプで拾った石、あの石をこの石像の胸にはめてみてくれって。わかった、やってみるよ。ズボ、このへこみに入れるんだね。ポッチャマは持っていた石を石像の胸にはめてみた。え、わわ、危ない、離れて。これまさかグラードン復活する？うわー、霧が晴れた。兄貴、なんだか妙な展開になってきましたね。このままじゃ村主の奴らに先を越されます。さぞかし悔しいだろうね、村主の奴らに先を越されてな。どうするんです、どうもこうもねえだろ。仕方がねえ、福林はただの奴らに負けるんじゃねえぞ、お前らは村主に負けるんだ。さぞかし悔しいだろうね。ここで俺様が倒す、そして村主を追いかけるんだ。追いかけるんじゃねえ、川崎にあるぞ、本拠地は村主の。ひそひそ、でも大丈夫ですからね。福林ってなんだか不気味ですよ。心配するな、大したことはねえ。